TV こんばんは。どうも。お店大丈夫？大丈夫じゃないですね。出入りって言ったら立ち入り禁止です。残念ながら立ち入り禁止でございまする。はい、よかろうよかろうですね。よかろうよかろうっていうやつを流行らせようとしてたんですね。人が陥没して消滅したって本当ですか？失礼な、不謹慎よ、本当不謹慎。日本の株が大暴落。あー、そうですね、トランプですね、ドナルド・トランプがなったんで急落しましたね。小池沙織バンバンはこんばんは。トランプについて一言。いやー、やっぱアメリカのなんかこう、なんていうんですかね、なんか底知れぬ凄さっていうのを感じましたね。日本だったら絶対なってないと思うんですよ、トランプ。もうこれはもうどう見てもクリントンだろうですけど、あれだけのことを言ったり、あれだけスキャンダル流した人が、やっぱでかいですね。大統領になる国ですから、やっぱアメリカンドリームですよね。はい、パーカーかわいい、あれだす。ピコ TV よりシリの方が PPAP うまい。シリ、シリって誰だろう。あ、失礼しました、申し訳ないです。本当カミカミでしたね、あれね。止めてばやばそうでしたね。やばいっていうか落ちることはないですけど、もう出入り禁止です。立ち入り禁止で、もう食材とか全部やられてましたからね。はい、もう当然痛いですね。痛いというか、まあ、ちゃんと国がね保証しないとこれはおかしな話ですからね。はい、損害賠償どうなんでしょうね。まあこれはどうなんでしょう、市と話し合うんじゃないですかね。はい、トランプ。竹本さんは来てませんけど、竹本さんは今沖縄にいると思いますよ。ニュースで止めてば出まくりですね。まあまあねえ、ニュースで出まくりですけど、まあ外だけですからね。聖子さん見てますか、見てますかね。聖子さん TV を立候補したら県知事ぐらいになれるよ。いや、そんな無理と思いますけどね。聖子さん見てますか、バイソリニー。あ、ソリニーですね、なんか言ってましたね。駅前大変です。アメリカ人すごいですね。いや、なんかね、でも逆にすごいと思う。やっぱりもう多民族国家だし、多分いろんな考えがやっぱりいっぱい入り乱れてるんでしょうね。はい、だからまあこれからどうやって安倍政権が、ね、トランプ政権と対峙するか注目ですね。はい、ドネア大沢、ドネア大沢、大沢、大沢パッキョは見てないですけど、ダイジェストで見てみましたけど、すごいですね。ジャパンまたざわついてるね。またざわついてるんですかね。事故ですよね。iPhone の Siri にペンパイナッポアポペンって言ってるの見ると PPAP やってくれるか。あ、そうか。地面沈没関係あるのか。そうです。あります、あります。うちの店のすぐ隣が陥没してて、うちの店が立ち入り禁止になって、そして、その映像が、その穴を覗き込む映像がの中で止め手場が結構映ってるんですよ。はい、さっきサモラのラスワをポチって購入しました。ありがとうございます。そうなんです、ただいまですね、浅田聖吾2連覇パーフェクト2連覇キャンペーン中でごじゃりまする。はい、ティトオンラインで、はい、20% オフプロバレルが、この機会によろしくお願いごじゃりまする。ただし
カルロスは覗かしてもらいまする。はい。コメントにちゃんとする、反応するTV リーパー。もう反応しますよ。カチンと来たらそのままスッと言いますからね。はい。びっくりしました。そうなんですよ。ちのりん、あ、ちのくんは、PDJ、僕言ってました。はい。言ってました。PDJ。ね。ちょっとまた、ちょっとね、飲みす、酔っ払って寝てたんですけど。決勝はしっかり見ました。はい。僕、阿久津くんって初めて見たんですけど、いい選手だったですね。はい。すごい。うん、こう反ってるんですけどね。いい選手だった。うん。ね。あ、トーナメントのアベレージまとめたんだね。阿久津くん28ってすごいよね。うん。28だから、3パ24、60の、まあまあ84とかそんなもんか。はい。そうなんですね。後ろのポスターの人気になる。あ、後ろのポスターですね。後ろのポスターこのウッドブルカップのこですよね。はい、ウッドブルカップございますんで、社長さんでござりまする。はい、社長さん、あ、ちょっとちょっとね、何さんだっけ、佐藤さん、そう、佐藤さん、すごい方です。もうすごいですよ。もう宮崎中の多分三輪王じゃないですか、ね、多分だからウッドブルって言ってる、ウッドボスみたいな。はい、PGJ ファイナル、いいゲームだったですね。はい。どこまで読んだっけ、しのりん優勝、後ろのポスターの席で。残業90分だったから間に合ってみない。ああ、おめでとうございます。ありがとうございます。PGJ ファイナル、ほんといいゲーム。J の運営って機能してんのかな、ちょっと心配ですね。いや、運営がっていうよりは、僕は、選手がちょっと心配です。はい。やっぱり、まあ、仮にスポンサー、僕がね、スポンサーだとしたら、僕はもうやめます。はい。大会を運営して、ダーツライブの知名度を上げようとしてる大会で、不祥事が、そんな不祥事がしょっちゅうあるならもうやめます。はい。マイナスにしかならないわけですからね。だから、そういうことも考えて、選手は、ちゃんと考えてやってほしいと思います。だからこれはね、僕は本当にライブのスポンサーもしてますし、ああ、ライブじゃねえ、ジャパンのスポンサーもしてるし、応援もしてる身として、一番心配なのは、ダーツライブ俺も金出さないと。もうなんだとこれはと。なった時に、もうジャパン、もう俺は出さないから、ジャパンは運営が勝手にやってくれってなった時にね、これはね、非常にまずいことになると思いますからね。やっぱ僕はそれがもしそうなったら怖いから、パーフェクトはちゃんとやらないかんよって永田理事長とずっと話してたんで、そのことが今まさに起きてると思うんですよね。まあまあライブさんだからお金も資金も豊富だから、まあやり続けるとは思いますけど、選手も本当気をつけてた方がいいと思います。ね、ジャパン出る意味ないとか必要ないと思う人は別に気にもしなくていいかもしれませんけど、やっぱジャパンで賞金を稼ぎたいと思って一生懸命頑張る人にとっては絶対僕は、ね、危険な状況になってると思いますよ。やって評判が落ちるんならもうやらない、お金出さない。それだったら年に何回かやるビッグトーナメント、例えばスーパーダーツを年に数回やった方が、あ、ここまで言ったらダメだな俺、まあ、これ以上は控えておきますけど、はい、僕は、はい、と思います。だからもっとトーナメントスポンサー大事にしてほしいですね。はいはい。TV 今週はいろいろ、そうですね。厚くさんフィルみたいな、そうですね。こう下刺さりのね。はい。ハゲちょい前、秋葉原で、あ、ちょい前じゃないです。昨日ちょっと投げてました。昨日お客さんと遊んでました。はい。お疲れ様でした。教頭先生なんですか、教頭。あ、教頭先生ですね。もう教頭先生もういいじゃないですか、もうそろそろ
すみません、なんかあります？ドリンクの方。あ、ビール、すみません。ございますか？だからちょっとまあまあ心配ですね。次は運営がスポンサーを失うかな。うん、確かにその可能性なきにしもあらずだと思いますよ。はい。リアルダーツの阿部ちゃんキャス、え、どういうこと？リアルダーツの阿部ちゃん、うん、今旅キャスってキャスやってる、キャス、あ、なんかテレビに出てんの？うん。なんか福岡寄った時こっちここ出てきてほしい。阿部ちゃん福岡に来た時あれだったら放送で水曜日ここ来ませんか。ご飯ぐらいおごりますがな、ご飯ぐらい。まあちゃんとやってほしいですね。いや、あの本当に僕はあの悪いとかいいとかじゃなくて、やっぱちゃんとやらないとスポンサーを失う可能性があるから気をつけましょうということです。はい、それはもう本当に切に思います。はい、やっぱりダーツももうもっと盛り上げたいんで、ジャパンも本当にすごい盛り上がってるし、盛り上げてほしいし、はい、頑張ってほしいと思います。それでは昨日初めてハットトリックできました、おめでとうございます。はい、ゴールしたとか言ってなかった。あ、ゴールしたのも。あ、なんかお化けみたいなの見て山で走り出したとか、ちょっと大丈夫みたいな。あ、今鳥取なんだ。もっとパーフェクト女子増やそうじゃ。うん、プロを増やすべきもんじゃないと思いますよね。パーフェクト女子いい頑張ってると思いますよ。いい感じでこうレベル上がってますけど。まあということで、浅田聖吾くん2連覇おめでとうございます。どうぞ。で、大城あかり選手優勝したんだよね。あれ、ティトのオンラインの結果ってやってない？男子決勝ですね。男子決勝は、いや、結果出してないの。ゼロワンクリケ、ゼロワン。フェイスブックに上げてこと。フェイスブック上げてるそうですよ。2セット。そして1-1で、俺の嫁シーちゃんは。あ、シーちゃんも並んだ場合は3で組まれてます。クリケット、クリケットからのチョイス。ということで、最後までチョイスまで、効果はございません。ね、平内選手もこの日は要所要所で爆発力見せていいダーツ打ってましたね。完璧です。ど真ん中。いや、でも平内くんも、さあ平内選手努力してるんですよ。やっぱり仕切り直して落ち着いて対応してほしいですね。グリップすごいな。でもな、なんとないまいチョイスですね。聞けるんだった。平内復活嬉しいな。平内選手ね、すごいいい選手ですもんね。性格がなんかこう今表現というか、ここでワン言葉つかないか。インナートライアレンジからの残に。さあ、先行のゲームをキープですね。今日ね、絶好調だった小野啓太を下して決勝に来てますんでね。浅田ポットで決勝のやつやってた。そう、これがね、やっぱ浅田選手すごいとこですよ。やっぱりあの小野くんとかね、この前
平内君に負けたんですけど、ベスト4で。なんかポカする感じがありますよね、決勝とか。浅田聖子は絶対に負けないですもんね。山田選手もね、あ、これがペットボトルトイレですね。ポカすることあるんですけどね。濃いな、浅田選手はもう勝つべき選手っていうか、そんな濃いすぎやろと思えば絶対勝ちますからね。でも昔ありましたもんね、おしっこ健康法ってですね。平内選手もそうですね、ダーツ歴に長い、バーンの初期の頃から頑張ってましたね。喋るなっつうの。平内選手でも復活っていうほどね、低迷したわけじゃないですよ。そんなに、そんなに、ベスト16とかは決勝トーナメント絶対上がってきて、1、2、2回戦、3回戦ぐらいまで勝ってたんですよね。今日いいところですよね。粘って粘って、小野は嫉妬が、確かに小野選手気になりますよね。この間のハードの時も20を狙って、どちらに行くのか、9までブル近辺まで28レフトの浅田選手落ちてたりしてましたからね。9とかも行ってましたからね。アレンジとかも急にダーツが消えて、はい、そして20。平内さん、お酒をやめたらきっとすごい選手になる。どっちかでしょうね、すごい選手になるか、お酒がないとダメなのか。俺は嫉妬の方が多い。まあ僕もです。あ、僕は僕も結構多いですね。やっぱり今のトッププレイヤーたちはハードに専念して世界を狙っておきながら、ね、そう、僕もそれはそういう気持ちはありますけど、でもね、奥さんがいて子供がいて、奥さんがいて子供がいて、いや、まずは稼げる、やっぱ国内のを取ると思うんですよね。さあ平内、ここしっかり決めたい。どうした、海外移住難しいですね。小野は投げ方変えてまだ慣れてないんだ。いや、あのね、フォーム変えるのってフォローする慣れは多少あると思うけど、もうこのレベルの人たちがちょっとフォーム変えたら、もうそれ自分のものに、ある程度なりますよ。もうまるっきり変えたわけじゃないんで、はい、グリップを変えたぐらいだったら、まあ1週間10日あれば自分のものにしてくると思いますけどね。決まった、浅田聖吾、自身の年間チャンピオンに花を飾る優勝です。が自身のおめでとうございます。パーフェクト2連覇に花を添える優勝ですね。はい、グリップ大変ですね。どうですか、グリップ、グリップ大変です。はい、平内選手、まあ、悔しい半分、決勝まで行ったっていう満足感もあると思いますけどね。女子行きますか。斉藤和美プロ VS 大城あかりプロの対決です。決勝には、無事出産を終えて復帰してきた斉藤和美選手 VS 大城あかり。高木静香との試合はお互いがメンタルがうまく機能しなくて、ちょっとグダった試合だったんですけど、あっとナイスアット。やはり1位2位対決でしたからね。ところが決勝では、高木静香との緊張感から解放された大城あかりが大爆発。来年度のパークの賞金が上がるの、どうなんでしょうね、賞金上がるんですかね、どんな感じになるかちょっと分かりませんけど、はい。
カードは暗算と審判、審判やっぱ審判が嫌って人多いですね。レフリーですね。大城は調子取り戻したんかな。この日を見てたらやっぱ大城あかり、やっぱダーツはメンタルですね。準決勝では大城あかり VS 高木静香の試合はいい試合じゃなかったですね。2人意識し合ってしまうとああいう試合になったんですね。はい、タソ可愛くなってる。いや、タソはもうずっと可愛いです。はい、前ほど、そうですね、前ほど本当体揺れなくなった。それがいいかどうか分かりませんけど、肘も下がんなくなってきたけど、見事決勝パーフェクトゲーム、ー70パーフェクト決めて決勝でワンレッグ決めた大城。決勝でパーフェクトゲームですね。かわいいですね。70、ナイスパーフェクト。変なお子かわいいじゃないですか。綺麗ですよ。え、タッソちょっとふっくらして綺麗になった。斉藤さん、デニーズ、あ、粘りたいですね。フリスト、うん、そうですね。もっと遅いですかね、デニーは。構えは本当に似てますよね。TV から見て今年のタソの範囲は何ですかね。はい、まだ決まったわけじゃないですよ。まだ100ポイント差ですから、あと3戦で。ビッグラン。このラインワークしっかり決めてきました。疲れてる感じはしましたけどね。だからイベントもかなり取ったんじゃないですか。星明里選手拍手するの良くないと思いますけどね。やっぱ疲れたのもあるんじゃないですか。はい、もうこうなったらタソはもう手つけられないですね。これ見たら来年は復権しそうじゃん。いやー、ダーツって分かんないですよ。簡単にはいかないですよ。はい、ダーツは分かんないです。はい、だって4年前の山田の7勝とか8勝したのを見たら、まあ山田政権がこれ多分3年ぐらい続くなって思いましたし、その次の血の増美見た時はもう血の増美がこれからずっと行くだろうなと思ってたし、去年の浅田政権見たら浅田政権はずっと行くなと思って見てましたけど、浅田政権は今年も来ましたからね。はい、しかも9勝してるんですよ。はい、シノガールは絶対いますよ。シノガールどこにいる。いないな。多数覚醒中。いや、このくらいは調子いい時の多数は打ちますよ。はい、さあトリプル絡めば楽な展開ですね。カットからいく。さあカットからでブル勝負に持ち込むのか、それともやっぱりメグはきっちりオーバーして、メグはやっぱすげえわ。やっぱりメグはすごいですよ。4連覇ですから。はい、チャンピオンのままお休みしますからね。この決勝タスやばい。やったんではないでしょうか、ね。山田はでも今年以外は安定して強い。そうですね。今年もまあ今年もまあちょっと福平に負けすぎですね。はい。で例えば山田選手に勝った選手がそのままずっと勝ち上がってベスト4とか決勝とか優勝とかすればまだ分かるんだけど。ヤンマに勝った後すぐ負けてるパターンが多いんで、だから、うん、まあ悪い選手には負けてないんですけど、負けちゃダメですよね。あんな簡単にやって思うことがたまにあります。はい、見事に熊本大会見に来てくださいよ。はい、熊本大会、熊本大会、じゃあ皆さん、あ、こういうことで優勝しました。熊本大会ですね。コンドルカップ、ここですね。そして金字塔、その翌週、今年の最終戦、大分イベントホール、
フェニックスカープに大分。あ、今週文字明かれんが僕いけません、すみません。今大人気シャルロット、シャルロットですね。これすげえ売れてます。出店あります、ダーツあります、マット野菜、浜田織江フライト、コンドルフライト、フレーム、そして宮崎の三輪王、佐藤さんのウッドブルカップ。12月4日だもんな、また行けないもんな、すいません佐藤さん、どうも。大会の成功を祈っております。大会の成功名古屋から祈っております。緻密に計算され尽くした グリップポイント、カルロス、鳥で、あ、フライトを守る、あ、これコンドルガード徐々に売れ出したんだって。よかった、東京で結構ハードのハードダーツ投げてる人が、はい。で、まあ、校長先生がちらお疲れです、はい、今後のこのくらいで、はい、B1 ワールドって本当に来年やるの？まだね、日程がはっきり出てないんで、僕はちょっとわかんないんですけど、そういう噂もありますよね、パーフェクトワールド。パーフェクトじゃなくて、そのフェニックスのシェアが今世界中ですごいんですよね。それで世界大会やりたいってことなんですけど、うん、ただ僕が言ってるのはやっぱり来年1回のものにしてほしくないし、再来年3年後4年後って縮小するものはをすべきではないっていう話はしたんですよね、はい、だからやるんならもう本当にちっちゃくでもいいんで、2年後3年後5年後10年後続いていくいいものをやるべきだっていう話をしましたけどね、はい。はーちゃんはいつ優勝しますか？はーちゃんもそんなにもう優勝近いと思いますよ、はい。残りのうち1勝は会えない選手、残り3戦ですからね。水間だから行きます、よろしくお願いします。大分楽しみ、あ、大分大会ですね、大分大会楽しみですね。シャルロット女の子が可愛い可愛いって言ってますけど、男の人がよく買ってるんですよね、プレゼントも含めてでしょうけど、男に人気って聞いてます。ダーツ光ってるわ、ダーツ光ってる、ダーツが光ってる、何のダーツが光ってる、クイズ早飽きた、やっと来た。今日ティト震災橋カルエロス投げてきて、あ、そうなんですね。ヤンマが出てる新しい CM 面白くていいな、あ、面白いでしょ、ね、いつの間にか作ってたんですけど、俺もちょっと吹き出してしまいましたけど、シャッフルね、シャッフルおすすめします、シャッフル、まあまあ買おうと思ってておすすめしませんとは言いにくいんで、言いにくいんですが、あれどこ行ったってカルエロス、え、なんでないのカルロス、これあれでしょ、もうこう分かりやすくするためにしたのにさ、これだカルロス、カル、あ、カルロスじゃないでしょ、シャッフルね、シャッフル、これ、あ、シャッフル、はい、シャッフルおすすめします。特に、グリップポイントをがすぐ分かるのと、あとはやっぱすごい前重心なんで、はい、すごい投げやすいです。ちょっと癖のある形ですけど、実は癖がないという、握って投げやすい、シャッフル、アリシャッフルですね、いいですよ、一回ショップで投げてほしいですね、はい。カウントアップやって TV ダンスが見たい、ワールド出たくて J 行く選手が、
そうですかね、そうなんですかね。まあまあどうするかって、選手を目的に作ってるわけじゃないと思いますよ。メーカーは選手じゃなくて、やっぱり CM 目的に、大会をするわけですから、はい。シャッフルいいと思います。カウントアップやって TV ダンサー見たいですね。ポール・リムはライブは出させないだろうな。わかんないですね。はい。まあ、ちょっと揉めたっていうか、ちょっと、あんまり内容見てないですね。ちょっと、僕は、その、試合の合間にチラッと見たときは、止まってた絵しか見てないんで、何をやったかっていうのはちょっとわかんないですよね。止まった絵を、で、あと、何があったのよって聞いたときに、こういうことがあったと。それダメだねっていう話しただけで、僕がチラッと見たときは放送の合間にですね、試合が止まってて、なんかこうちょっと目がちょっとね、うん、飛んでたような感じ、行ってたような感じで、ちょっとだいぶ入ってたんでしょうけどね。はい。このところクイズ早う待ってる、あ、改正不安定中だそうです。はい、ということで、じゃあまずクイズ大丈夫ですか。はい、じゃあクイズいきます。浅田聖吾、じゃあこの商品は何でしょう。ドン、なんじゃこれ、こんなん分からんすよ。なんじゃ、トランプとヒラリーどっちが強い。そらトランプが勝ちましたからね。その質問はつまらない質問です。は、クイズ、この商品名を答えてください。もっち呼びたいよね。え、当たった？はい、じゃあ第2段階、バレるよね。すげえ、灰皿、これどれ、当たった？まだ来てない。まあ、あんまりちょっと書かないでくださいね。間違える人もいると思うし、騙されたと思う人もいると思うし、ラッキーと思う人もいると思うし。え、来た？これで？わからん。これバレるよね。バレる？これバレるのどっち？ティップ側の方？シャフト側の方なんだ。あー、まだわからん。あ、わかった。ここまで来ればやっぱわかるね。正解はもう来たっちゃろ、これやろ多分。ね、やっぱわかる。そこまで来ればレオンでございます。スーパー前重心のバレルで
なおかつこれ好きな人多いですよね。はい、一宮博智でトリニダード・レオン、正解どうぞ。椿、あ、クイズになった。スーパードライ、モッチ読んでくれ、モッチね、正解者。ピクミン、あ、ピクミン最近調子いいね。え、あ、今回2回目か。 TB サトピョン庭の人、庭の人もやっぱ来るんだ。あれで3番目だったそうですよ。わざといじめてるわけじゃないですんでね、ちゃんとこれはちゃんとやってますんで。スプリングマン、カルロス。 TV 的にバレルは重さが大事、いや違います。自分はもう本当握り心地ですね、握り心地、握り良さと、あとはやっぱり俺どっちかって言ったらやっぱちょっとカルロスとかはちょっと投げ切らないですよね。あんまりグリップが結構強いんで、しっかり握る方なんで、あまりカットが強いとダーツが暴れてしまいます。なのでレオンもやっぱちょっときついです。でもレオンはカットがきつい割には投げやすいんですよね。握るところも分かるし。ああ、やっぱりでも投げやすいな。もう一回投げたくなるな、このバレルは。カットがしっかりしてるんで、飛びがやっぱダーツ走る。うん、力んだらダメな感じかな、これ。なんか投げてるとこう分かるけど、今のバレルと全然形状が違うんで、飛びすぎるって感じですね。あ、でも投げやすいと思います。よく飛びます。椿くん、椿ちょくちょく止まります。今日、あ、今日なんかちょくちょく止まるんだ。サトピョン来たら面白いな。いや、あのチャンピオン呼びますよ。はい、カタログ出てないのクイズ用に欲しい。カタログありますよ確か。ドリゲス完全、もう最近飽きたんじゃないですか多分。 TBTV 飽きてるでしょ。あ、来てた、あ、ついた、な、え、あ、ハマロード来てた、あ、貝だったんだ。当たりでハマロード5番目だったよ。5番目だよ、ちょっと遅いよ。サトピョン来てました。お、え、俺包む派、俺挟む派、俺挟んでもらう派、まあどうでもいいですけど、そんな夢の話でしょ、夢の。カットレスだって、カットレスって何だろう。カットがないってことか。あー、ノーグループってことね。ノーグループだったら、あれ、ノーグループだったらノーウッドがありますよ。ノーウッド、ノーウッドちゃん、どこにある？ノーウッドちゃん、あれ、うん、出して。ノーウッドがない。これ探すのやっぱ時間かかるな。目も悪くなってるからどうしようもないな、ほら。
あれなんでノーウッドないの？カットがないのだからすぐ分かるでしょ。なんで？何ノーウッドないの？あれ？あった。ノーウッド、ここあった。ノーウッド、そうそうそう。これいいですよ。ノーウッド。はい。佐藤君絶対出ないタイプよ。あ、そうなの。ノーウッドオクタゴン早く、あ、それいいかもしんないですね。ノーウッドオクタゴン、あ、いいかもしんない。ちょっとあんまりそんなむちゃくちゃしない。せんで何してんの？ん、何？え、今ずっと来た？遺骨、カルロス、TV 的に呼ばれる、あ、そっか。サトピオン来てくれたらいいな。一度 TV とバレル談義をガチでしたい、してみたいです。 WWW って言ってるから、俺のバレル談義を、バレルの知識をちょっと舐めてるでしょ。ノーウッドのオクタゴンいいかもしんない。ありがとうございます。ノーウッドオクタゴンね。あ、トリナード、そうね、説明動画ちょっと作らないかんね。ちょっと前止まってますもんね。ほんと一回ちょっと説明動画最近ちょっとね、動画を専門に作ってた子が辞めちゃって、ちょっとねすごい大変です今。織江さんのポスター欲しい。あ、織江さんのポスター、あ、これ多分ポスター作ってないな、織江さんのポスターは。バレル出ないとポスターまで作んないんですよね。ハマロド・レオンですよ。レイピア。レイピア？本当によくて。小池沙織はよ。小池沙織ちゃん今ダーツ投げてないでしょ。いや、投げ、まあ、はい、わかんないです。今回はまたシフト決まって、これなかなか。あ、シフトは決まって、なかなかしばらく来れないらしいです。ノーウッドの重心は、これはちょっと見して、センターじゃなかった？後ろかな？谷田さん呼んで。谷田さんと俺会話多分噛み合わんと思う。その下、その下、その下。あれあれ、ポイントポイント。いや、書いてる書いてる。いや、書いとる。ゲストに出るときはマスクつけていいですか？マスクつけ、あ、ゲストって誰がゲストに来るんですか？久々 TV のカウンター部見たいな。いや、そっちじゃなくて、製品の方で載ってるよ。リア重視のノートのある。ハイオプロ読んでオンラインで負けたらテキーラやろうぜ。血の選手とか呼べないもんなの？いや、全然、いやいや、どうなんでしょうね。多分まず交通費でしょ、で出演料でしょ。でも呼びたいですね。ちょっと中のタイミングでちょっと声かけましょうかね。来てくれるならいいけど。知能は無理やろ。そんなことないでしょ。日本のトランプ誰？日本のトランプって俺バカじゃないのさあ、ということで、砦のなんか参加者が決まったらしいですね。九州砦がちょうど11月20日の日曜日にありますが、予選は盛況だったみたいですね。選手の横顔いきますか？来週出す？あ、いい？今週出す？はい。福岡代表、1位通過、相良俊介、2位通過、西哲平、3位通過、猪木陽一、4位通過、吉本君って、
小倉のね選手だよね。まあ一人で優勝できるのが砦ですからね。一人めちゃくちゃ調子のいい人がいたら、西ダブルダブル、藍園武元戦オンラインでなく見たい、見たいですね俺も。佐賀代表、あ、城野くんね、北島くん、あ、北島くんもうまいな、片淵くん、彼も知ってます。た、谷口さん知らないかな。はい、佐賀代表、長崎代表、お、やっぱ田畑くんだね、田畑、川原、広瀬、林、うん、なかなかいいメンバー。湯野木選手呼ぶ大分、あ、これ強いな、古田氏、だこれすごかったんですよね、前島親子、前島城、前島隆、これ感動的だな。あ、龍って呼んだね、失礼しました。そして4位高橋翔吾くん、あ、大分も楽しみだな。吉田じゃない、古田ですね。熊本が、佐野くん、佐野くんって どこの人、いや佐野くんってあんまり聞いたこと、面識なくて。清田くん最近頑張ってますね。そして注ぎ翔太、そして後藤亮介、ちょっと怖いね、ちょっと犯罪者っぽい映り方前島工業ってたら、あのあれですよ、ケンキとかの会社です。はい、宮崎、あ、デミズくん、なんかまた最近やる気になったの。デミズ、デミ、伊藤博明、安、山田安、山本選手、チンピラや、そんなことないです。トリデガごとく、ヤンマ来た、あ、ヤンマ来たの。鹿児島代表、立石君頑張ってるな。肥後真嗣、摩擦、ショーツ、あ、摩擦くん、摩擦くんってあの筋肉好きな、そして木村さん4位通過ですね。スキッパー、トリデーガーごとく、そして、あ、鹿児島まで、このメンバーが九州の覇権を競います。トリデー特設フェイスブックページを開設しました、こちらをクリック。あ、トリデ特設フェイスブックページ開設したのね。そんな感じなんですよ。あの筋肉マンが、そう、あの筋肉マンです。はい。ということで、トリデも盛り上げていきますよ。はい。福岡強いな。福岡強いですか？どこが強いか、ちょっとこれ微妙っすよ。一人でも優勝できるのがトリデですからね。はい。ヤンマーは来てません。予選には。さあ来ましたね。でクイズランキング結局どういう感じ今。わあ、ゲスゲスね。ハマロドリゲスカイ、ハマイッパね。ハマイッパもうダメですね。ブツブツ止まる、ダークホース長崎、確かに確かにです。ダークホース止まってないですよ。庭の人頑張ってください。さあ今日はちょっとゲストもいなくてですね、なんか皆さん、なんか質問コーナーなんかございますか。 TV に10の質問、 TV に10の質問、あ、ないの、あ、違う、タイムラグがあるんだね。なんかあったらダーツのことでも何でもござれ。TV 穴の影響、
ヤンマー最近体が辛そうですが原因大丈夫ですかね。そうですね、ヤンマーの場合は、辛いっていうよりはやっぱりちょっと仕事を取りすぎてるんじゃないですかね。多少それもあると思いますし、それとダーツのリズムが結構バラバラなんですよ。早い時と遅い時と1、2、3とか1、2、3、1、2、3、1、2、3、このリズムがやっぱなんかつかめてないんじゃないですか。気持ち悪い状態だと思いますよ。はい、バレロ2、バレロ2、よし、バレロ2ですね。バレロ2はですね、これは自分的に最近こうダブルリングからのちょっと太さを変えたダブルリングっていうんですかね、こういうバレロ2なんですけど、太さが違うので、逆に言ったらどっちかをはっきりさせたい人にとってはすごいいいでしょうね。先、もっと先なのか、もっと後ろなのか。で、先を持つ人はやっぱもうここの部分はかかりがすごい強いので、ちょっと先目の人はかかりが強い方をちょっと主体にグリップするのか、でかかり弱めのと人がここでグリップするときには、まあどっちかって言ったら抜けが良くなるタイプですよね。奥で握るのか手前でグリップするのかで全くもってまた違うバレルになっていくと思うんですよね。はい、ここの僕は刻みを使うっていうのはある意味面白いですよね。だから2通り楽しめると思います。カウントアップ最高で、600でアベレージ400くらいになるんです。どうすればいいでしょうか。その質問難しいですね。カウントアップ最高600でアベレージ400くらいなのに、フォーム見たいです。フォームとにかく見たいです。はい、ユニフォーム交換について、ユニフォーム交換ちょっと分かんないです。それは福岡で放送してるのに福岡一人だけ W、効果で欲しい、はい、クイズランキング、あ、そうなんですね。シャフトの緩み改善法、シャフトの緩み、あ、シャフトの緩みはコンドルだと緩みません。他のシャフトはちょっと分かんないですけど、他のシャフトに関してはまあゴムかませればいいんじゃないですか。ゴム、はい、再開したボクシングについて、まだ2回しか行ってない、3回目行きたいですけど忙しくて行けないですよ。でもボクシングやっぱストレス解消には相当いいです。はい、クイズをやるかやらないかです。あ、クイズやりますよ。クイズ、次のクイズはなんとこれロペスタイプ2やん。ロペスタイプ、あ、3だ、3のプロト 19.5g とサイン、あ、これは、あ、これ3だった、あ、これ面白い、あ、これ本当プロト、これ出します。これ結構レアだったよね、これね、これすごいレア。あ、もうすごいことになってきたね。バレロ2かなり癖ある、あ、ごめん、バレロ2じゃないです、バレロ3のプロトです、すみません。バレロ2かなり癖あるね。あ、バレロ2ですね。バレロ2は、癖ちょっとあるけど僕は面白いバレロだ。え、5分前、え、じゃあちょっと延長お願いします。デュラン4について、デュラン4はございません。ゴメス8はもう作ってる、いや作ってないです。
緊張したらエロいこと考える、あ、いいかもしれないですね。年明けスペシャルありますか？あります。あ、いや、あ、年明けか年末スペシャルどっちかやりたいと思いますんで、ちょ、企画しとってよ、年末スペシャルね。2020年のダーツについて、うん、やっぱすごいダーツ2020年盛り上がってると思いますよ。お願いですから、デュランツを廃盤にしないでください。デュランツを廃盤にするとかないよ、計画は。髪の抜けが良くなるのか。髪の抜けは良くなりましたね。ダーツの抜けのごとく。コンドルの替え時はよれてき始めたくらい。あ、そうですね。よれてくるのはだいたい2ヶ月ぐらいなので、よれてき始めたらちょっと考えてください。ジョーンズから変えるとしたら、あ、ジョーンズですね。ジョーンズから変えるとしたら、ジョーンズから変えるとしたら、ジョーンズに変わるものってないような気がしますね。まあ、ジョーンズに変わるとするんなら、どっちかって言ったら、思い切って、そしたら、あ、浜田織江の、なんだっけ、レーザー、浜田織江のレーザーいいかもしれないです。ちょっと似てます。ただ全体的にちょっと細いですよね、グリップポイントは。レーザーとかなんかすごいいいような気がします。ちょっと太くて重いですけどね。はい、TV 的にライブクイーンならぬパーフェクトクイーン作る気はないの。まあ、TVTV のアシスタント作ろうとか言ってたよね。あ、TV、あ、そうだ、ちょうどいい、TVTV がある。女性アシスタント募集中。条件、ダーツが上手くなりたい方、月2回以上。2回以上って2回でいいんじゃないの ?1 回から2回で。参加できる方、1年間頑張れる方、サポート定期的にダーツレッスン、フェニックスカップ参加無料、あ、参加時の交通費サポート、あ、いいじゃないね。で、俺から一つ要望言っていい？あんまり浮き名を流してない子ニコ生のコメントに耐えれる子ちょっとそこはちょっとどうですかね。ゴム欲しい。ゴムは CM が卑猥。あ、なんか言ってました、西岡ジム。あ、西岡ジムって、西岡ジム行きたい、ちょっと分かんないですけど。延長です。オスカー3について、オスカーすいません2で、オスカーはもうね、岩永美穂なので。聖子さん言ってる、買いたい時が買い時。そうですね、コンドルサイズ増やそうぜ。増やしたいんですけどね、今ちょっといろいろ考えてます。はい、ロッキーから変えるとするなら、ロッキーから変えるとするなら、じゃあ重い、あ、ロッキーからか、ロッキーから変えるとするなら、あ、ひょっとしたらロッキーからだと何が面白いかな。ロッキーからか、ロッキーから俺が思ってしっくりきたのは、まあロッキーに近い感じって言ったら、なんかオクタゴンカットだけど、なんだっけこれ、オクタゴンの、オクタゴンカットの、なんだっけオクタゴンカットのこれ、なんかちょっとなんかバランスが似てる感じがする。ど忘れした、イベンダー、イベンダー、イベンダーいいと思う。 TV クイーンいいじゃん、フェニックスエンジェル。 TV のセクハラに耐えられる方、椿でいいじゃん、可愛い方、かわいい。フェニ嬢は熊本来ません。愛人かよ、可愛い子頼む。桃に、桃花に声かけよう。いや、なんかそんなじゃなくて、ダーツプロじゃない子がいいですね。ダーツプロじゃなくて、これからダーツ目指したいみたいな、ちょっと楽しいと思い始めたとか。はい、1年間頑張れるかな、本当ね。
まあちょっと、まあ降格もありということで。テカリンとシオリンで交互に回す。確かに。ただし可愛い子に感じ。可愛くなくてもいいんですけど、俺普通で十分です。メンタルはちょっと強くないと。おばあちゃん、おばあちゃんですね。熟女でもいいですよ。熟女も全然いいですよ。一人作りますか、熟女キャラも。延長しました。桐谷2で。お金出してもらえます。サトピョン投資家だから暇してるはず。あ、サトピョンって投資家なんだね。アルゲルについて詳しく。福岡つながりで橋本環奈ちゃん。アリゲロか。アルゲロはもう本当に投げやすいです。やっぱり元がアルゲロないね。あった。はい。元がブリーランドだからちょっと似てますよね。アリゲロはもう本当にカットがダブルリングの浅めですね。ダブルリングの浅めです。今日のバレル、なんか今日バレル多いな。ん？これ？こちら。ブリーランドをちょっと山を浅くした感じの、はい。クイズ早起きましたね。アシスタントには最終的視聴者投票で。かわいそくないですか。俺の彼女。TV がダーツバーに行ってスカウトしてくれ。いやいや、逆にほら、あのスカウトして来てよっていうのと、もうダーツ上手くなりたいし、ダーツ好きだし、放送も楽しそうだから、なりたいっていう人とちょっと違うんで、はい。1年かけてプロにする、練り歩き TV ですか。まあそれもいいですね。今日は回線が不安定。確かにみんなクイズ、またはクイズね、わかりました。クイズはよ。ボクサーアリゲロについて、あ、アリゲロについて詳しく、まあ、アリゲロのこと話したらボクシングの話しないでって言うから、多分ボクサーアリゲロはもう僕が一番好きな、まあ僕の一番好きなっていうか、僕のもうすごい憧れてたボクサーで、アレクシス・アルゲレオ、かっこいいんですよ。アーロン・プライヤーっているんですよね、この間死んだ。アーロン・プライヤーと試合して、2戦目に、もう勝てないと分かって、体操座りして、カウント、10カウント聞いたんですよね。うん。で、やっぱり、そんな、潔いいというか、こう。体操座りしたままこうやって10カウント、上目遣いでこう10カウント聞いたんです。こうやってワン・ツー・スリーって、はい、かっこいいです。知ってますよね。ブリランドいいですね。投げユーリ・エビハラ、リュウヤはロシアのね、モチベーション。アシスタントは交通費は出すよね。はい、アシスタントビールの、いや、アシスタントはちょっと酒タバコはちょっと控えてください。イランその話、イランその話、藤武氏、ハンマー藤武氏ね。クイズやりますかの時間、あ、すいません。南米レジェンドボクサーでまだいっぱいいますよ。ということでクイズに答えてプレゼントゲット。これはものすごく価値のあるバレルだからな、ね、え、プロトですよ、このプロト最高ですよ。これ 19.5g、ロペスタイプ3プロト。あ、これ斜めカットも入ってない時なんだ。あ、ちょっと見せようかな。クイズからが長い。もったいぶる男 TV。 あ、ガッティね。ガッティは感動的な僕は激闘ボクサーですね。ガッティ、これです、これです。斜めカットも入ってないですよ、これですか。完全プロトですね、これ。これ使わない方がいいと思いますよ、これ。
浅田聖吾はもう先々もうやっぱ殿堂入りするでしょうからね、ボクシング、あボクシングじゃないね、ダーツの殿堂入りした時に、これがあの数々のタイトルをものにしたロペス3のプロトカーみたいな、おーみたいな。だってロペス3でもうぶっちゃけ18勝しとやろ、パーフェクト。あ長い、え長い、ちょっと、いやいや、クイズでいきますか。えクイズ何がいい、クイズ用意してる、クイズ。なんかそのこの人は誰で、選手誰、誰誰、いや誰誰、言わんけ、名前。正解、まあいいや。じゃあこの人は誰、クイズ入よう。そのプロトで、いやこのプロトが綺麗ですね。じゃあ、クイズいきます。この人は誰、わかった、いやこれわかる、わかった、来た？サイン付きですよ、浅田聖吾の。これは激アツですよ、今日のは。これ1個やもんね、プロト。このプロト1個しかないんで、4人。来ない。え？来た？すげえ。ああもう楽勝。ここまで来たら分かった。でも最初のイメージは違った。島村は。誰正解？三好智也。三好智也最近会ってないけど何やってんの？生きてる三好くん。最近会ったよ。今のところは何か会いました。どこで会った？ハウスとかで。いやいや、なんか居酒屋。あ居酒屋？全然関係ない。たまにばったり会った感じ。ばったり会った感じだ。集まりに、で源も参加した感じ。あ、そう、あ、そう。幸せそう。幸せそうで何よりやね、三好智也くん。写真古いって。あ、パーフェクト図鑑から撮ったそうです。正解者。白バラ。初白バラ。正解者一人、白バラさん。おめでとうございます。さすが白バラさん。真央ちゃんファンなんだね。そうなんでしょ？はい、ということで白バラさんにお送りください。あの白バラさんか、白ギャルより黒ギャルやな、面白くないな。豚バラやな、そっちの方が面白いな。ゲンさんがビッグラウンドのことバカにしました。はい、そうなんですね。書きたいだけでしょ、あなた。ですよね。そうなんです。今日はすごいなんか貴重な商品だったですね。はい。マオタン当てたかった。さあ皆さん、いよいよ来週
再来週です。再来週は熊本大会。ヒラリーに一言。いや僕ですね、ちょっと気になってることがあって、今回大統領ヒラリーが、まあ、クリントンが、なるって言われて、予想でも世論でもヒラリーがなるべきだっていう声が多くを占めてましたよね。うん。そしてよくないのが、ほとんどの人がヒラリーになるんじゃないって言われてて、結局クリントンになったんですけど、あ、クリントンじゃないや、クリントンじゃなくてトランプになったんですけどね。やっぱね、なんか変なことやってると思いますよ、裏で。で、実際イギリスのユーロ離脱の時もそうだったじゃないですか。だからそこで大きく、例えばドル円相場が大きく動いてね、これ事前にね、例えば新聞だとか、まあ、雑誌とかって本当の報道ちゃんとなされてるのかなと思って、なんかね、なんかそれで相場が大きく乱高下するわけじゃないですか、うん、なんかね、大きな力がね、なんかあえてね、その変な動きやってますよね、はい、ちょっと怖いですね、ちょっと、はい。この番組、ジャパンの鳥にプレイヤー、ガンムシだよね。いや、ガンムシではないんですよ。ぶっちゃけガンムシじゃなくて、ジャパンのトリニダードプレイヤーで上位に来てる人がいないんですよ。うん、なので、ぜひ応援したい、頑張ってる選手もいるんですけれども、はい、多少そこで持ち上げにくいっていうのはあるんですよね。はい。そこはね、あるんですよ。はい。だ、紹介はでもやらないとね、こうバレるとかね。はい、またちょっとジャパンのまだちょっと参入1年目なんでね、ちょっと頑張ってこれからお言葉を糧にどんどん取り上げていきたいと思うので、はい。最近ゲスト来ないの？ゲストはね、来週来る、はい、来週はちょっと頑張って呼びます。いや、バレル、うち番組はすごいバレル貴重なものを出してますよ、はい。チョ・ヨンピルが韓国の次の大統領。マジ？本当？熱いこの胸によね、チョ・ヨンピルさんって。顔をうずめてじゃなかったっけ、あれ違ったっけ。いや、それケイウンスケや。チョ・ヨンピルさんってそうよね、プサン港へ帰れ歌った人やね。すぐそうやろ、トランプだと日本に影響かなり。いやいや、どうなんですかね、うまくやると思いますよ、大統領になったら。はい、トランプやみすぎるよ、確かに。そんなこと言ってたら消されるぞ。消されます？日本の報道が偏ってるだけ。そうかな。そんなこと言ったら、うん、でも俺はなんか日本の報道だけじゃなくて世界的におかしいなと思いますけどね。またジャパンの選手、誰かジャパン、まあ、パーフェクト選手もあんまり別の呼びにくいというか、そのなんかね、こうパイプができたらノーギャラでやってるんでですね、はい。弱くはないと思いますけど、まあ今来年に向けてはちょっと選手獲得したいなと思ってるんですけどね、はい。ドル円ショート、ごちそうさまでした。おめでとうございます。
ジョニー・デップ、ローリングストーンズ。でもジョニー・デップもローリングストーンズもスターを敵に回したトランプですけど、大統領なんて勝てば官軍でしょう。だから大統領になったからもうすり寄らざるを得ないでしょう。大統領に対峙できる人ってそんないないと思いますよ。うん、だからね、あんだけいろんな人がトランプ反対してた人たちが、うん、多分すり寄っていくと思いますけどね。石川プロいい選手ですね。石川プロには僕も期待してます。ジャパンにパーフェクトの上位を送り込む。あ、そうですね、 J に強い選手を送り込もう。そうですね、うん。ただその今ちょっとほらちょっとトラブルがあってるじゃないですか。だからそのレギュレーション頑張ってほしいですね、本当に。パーフェクトがいいとかいう、ジャパンが悪いとかじゃなくて、やっぱレギュレーションきちんとやるべきだと思います。選手もやっぱり伸び伸びと試合ができるような環境を作ってあげたいですね、はい。吉信を送り込もう。ジャパン北海道見に行くと、いや遠いですね。チョウヨンピョルとケイウンスクの違いが分かんない。株価が点々点、曲名しか知らない。パッキャオもいずれない。ヨッピーたの。ヨッピーね。ヨッピーとなんかでもこう一緒にダーツゲートでゲストで呼ばれた時はなんか良かったってすごいみんなから言われましたけどね。また期待してるって吉永と自分の話が面白かったってみんな言ってましたんで、まあなんか機会があれば話したいですね、はい、やりたいです、はい。レフティーの方かな。レフティー、レフティーって何。レフティーって左利きだよね。クラウドファンディングで、ゲスト呼ぶ、あ、石川選手ですね。石川選手レフティーじゃないですよ、はい。あ、パッキャオですか。パッキャオはレフティーですよ。久しぶりに見た藍園選手。藍園選手、藍園選手ね、いいですよね。あ、今度来るって言ってた。あ、じゃあ今度藍園選手来るそうなんで、はい。藍園取りに移籍してほしい。藍園選手どうなんでしょうね。今ジョーカードライバーだっけ、バレル。ああそっか、ターゲットか。ターゲットならね、多分そこそこね、お金もらってるでしょうし、簡単には移籍しないじゃないですか。アシスタントは品のある博多ビジョンでお願いします。いやどっちかって言ったらなんかこう扱いやすい、ちょっと楽しい子の方がいいですね、はい。永田さんを送る。 TV が乗り込めよ。いや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 、勘弁してください。もう本当大変です。あれ王子社長がダメ、王子社長が邪魔、王子、あ、ダーツゲートの時、あ、ゲストに沖縄三兄弟呼んで、あ、三兄弟、三兄弟誰かな、三姉妹じゃないの。大城あかり、今野秋穂、島村真央、三姉妹ですよね。あ、三兄弟、竹本伊良部、新垣、あ、ガッキー、ガッキー先見てないね。そうだ、どうせ酒ついでもらうだけで。アシスタントフリースタイルのラップ、フリースタイルラップできる人お願いします。何フリースタイルラップって。フリースタイルのラップ、あ、フリースタイルでラップするの。 TV ガール、アシスタント募集、定期的にダーツレッスン。多分これ多分応募ないんじゃないの。え、三姉妹？あ、そうなの。
まあ、ということでね、今日も、まあ、ちょっとダラダラとやらせていただきましょう。次回はですね、とびっきりのゲストが来ますんで、ぜひぜひ、首を長くして、待っててください。DMC と契約しない選手が穴、どういうこと？ちょっとヨッピーゲスト来て、よし、だから多分この時間はもう真っ最中じゃないですか、これの真っ最中で、TBTB ガール、TBTB ガール、ね、あ、そうだ、ハマロドさ、月に1回福岡来てるって言ってたじゃん。最近来てないの？あ、クイズで活躍してないから連絡しにしづらいんだ。そろそろハマロド呼んで。分かりました。ハマロドって誰？そのハマロド、もうハマロドも、でも最近そういえばさ、あの人は今になってきたよね。あのコンシェルジュとかさ、放送でさ来てたじゃん。あと白鳥警部とか、警部とか元気してんのかな。ね、あとパルキアこの間来てたもんね。ドリゲスって誰だよ。いや、ハマロドリゲスって人がいるんですよ。去年のクイズチャンピオン、それが今年になってクイズイップスにかかって、もう坂道を転げ落ちるように。 KB ね、コンシェルジュ、愛知の人ね、レースやってる人だよね。そうそう。さあ、クイズ王ランキング、さあいよいよですね、もうパーフェクトもあと残り3戦ですけどね。次は熊本大会、皆さん参加のよろしくお願いします。翌日コンドルカップには、では砦九州決定戦、はい、優勝したチームは、どういう形にせよ北海道の方に招待いたします。はい、お楽しみにしてください。ということで、年末年始の放送ってどうなの？あの、ちょっとそっちの計画もちょっと出しますので、年末年始もお楽しみにしてください。それでは皆さん、さようなら。唐突に終わる TBTV、 ご視聴ありがとうございました。 TV 少し休みます。だってこだわりたい。新登場コンドルティップ、その滑らかさとしなやかさでスマートにダーツ、今までにない最高のフィット感。もう前を離さない、コンドルティップ。独自に開発したコンドルカットで空気抵抗の軽減を実現。まるで紙飛行機のような軽やかさ。